まずお話しいただいてすごく嬉しかったですし、あのオリジナル作品がちょっと久しぶりになるので早く撮影始まってほしいなという楽しみな気持ちでいっぱいです。清和高校に通う高校3年生の女の子なんですけど、家柄だったり性格どれをとってもこう完璧な女の子なので、こう演じるにあたって完璧な女の子であり続けないとなと思いながら、一回決めたことをやり遂げるとかやり遂げようとするっていうところは似てるのかなと思いますね。困ってる人がいたら絶対助けるとか、すごい優しい性格の子なので自分もそうありたいなって思いながら日々過ごしてます。こうキャストを見た時にちょっとびっくりして、スナ君ってこうクラスの中でもムードメーカー、なんかこうキャッキャしてるイメージだったので、真面目で勉強しかしてこなかったっていう役柄がどんな感じになるのか私自身もまだ想像できないですし、すごく楽しみだなって思いますね。やっぱ気持ちをこうストレートに相手に伝えるっていうのも女の子も大事だと思うんですね。男の子から言われたいっていう子いっぱいいると思うんですけど、女の子から言うっていうのも大事だと思うなっていうのと、よく駆け引き大事っていうじゃないですか。でも私はあんまり意味ないんじゃないかなって思っちゃいます。なんかその駆け引きしたことによって逆効果だったりする場合もあると思うので、連絡とかもすぐ見たらダメだからちょっと待つとかいう子いるけど、私は全然すぐ見ちゃえばいいじゃんって思っちゃいますね。結構多分自分の気持ちなどを伝えちゃう方かなと思います、ね、この作品はですね、勉強だけをずっとしてきてた大鳥くんがどういう風に花子にアプローチしていくのかっていうところも見どころですし、そんな大鳥くんと私が演じさせていただく高田花子がどういう風に恋愛の展開があるのか、ぜひ楽しみにしていただけたらなと思います。恋愛のすすめ、ぜひご覧ください。向いて、はい、そうですね、こちらのカメラに。本作で高田花子役を、ちょっともう一回いきますね、なんかゆっくりになっちゃった。ときめく時を TBS。